ははい皆さんんどうもこんにちはルルルーチャンネルルアちゃんです今回はですね何をするかといえば、まあ、ライトゲームタックルですねこれを紹介していきたいなと思います中でもえライトゲームタックルの中でも,もうルアーをねルアーとか中心でやっていきたいと思います、まあ、アジングボックスとライトゲームボックスとや僕違うんですね持ってるのがで今回はだからライトゲームボックスの方でやっていきたいんですが あと、その、アジングロットでね、あの、使えるプラグとかワームなんかを紹介していきたいなと思います。さあ、それではやっていきたいと思います。皆さんはどうですかこの季節、行ってますか釣りに。なかなか暑くてもう行かないっていう人もいれば、ね、あの、いやいや、そんな暑さなんて関係ない、楽しんでるよっていう方もいると思うんでね、分かれると思うんですけど。まあ、僕らの場合、こんな感じで、 一応持ってるんですね。じゃあこれを紹介していきたいなと思います。これからいきましょうか。これは、これテトラワークスのボックスかな。うん、はい。これ入ってるのはこんな感じですね。プラグなんかが入っているんですが、 まあ、主にね、もうダイソーミノーとか、あるいはえダイソーのシンキングペンシルですね。それをカスタムしたものなんかをこういうふうに入れたりしています。これ元の原型がどんな感じのものかというと、こんなんだったんですよね。まあまあ、皆さん買われた方も多いかもしれないね。あのダイソーのシンキングペンシルなんですけど、これを、え、ー 以前何かの動画で、過去動画でやっていると思うんですけど、灰だんですよね。灰で塗装をする。そして塗装。灰だだけじゃ、こういう風になってしまうだけなので、くすむので、まあそこにね、コーティング、釣り道具屋さんで売っている瓶で、ニスみたいなのがあるんですよね。それを塗ると、まあ、ピカピカにこうなるよと。で、強度も保たれると。うん、いうのを、えー、 やった動画があると思うんですが、まあ、ご覧になられていない方や気になる方はまたご覧になってください。まあ、こんな感じでね、カスタムしたものが入っています。今の新編はどうなのかはわかんないんだけど、初期の頃はこういったね、クリアだったので、で、最近ではくとこう、ボーンになってたりね、今はわからないですよ、どうなってんのか。素材のこの変化が面白かったんですが、これは、えー、主にメバリングで使ったりします。 で、えー、これ全部見てもらうと分かる通り僕ねクリア系で結構使うことが多くてやっぱクリア強いんですよだから灰でそのまま使った,った方がよく釣れたりとかしてもちろんノーマルでもね釣れないことはないんだけどノーマルよりもこう入ら方が僕はいい感じがしましたこれはあくまでも僕が使った感じなので他の人はどうかは分からないですよ で、お腹がね、この、なんて言うんでしょう、こう、塗った方が反応が良かった。これは、シーバスでやっててもそうだし、えー、っとメバリングやっててもそうなんですけど、うん、あのー、塗ってやる方がいいと僕は感じました。まあ、このシンキングペンシルが入ってます。で、あまり、どうだろう、今の季節は使うことがもうないかな。冬なんかが中心になってくるかなと。今の季節になってくるとこっちですね。これも、 いやつですねあこれ新編です、ねはい、このダイソーの小型ミノーですねもう優秀これ本当にもう悩んだらとりあえずこれを買っとけばいいんじゃないかというから優秀なんですけどこれを履いたらこうなるとねただ、えー、ダイソーミノーなんですけどこれ、ね、注意点があってここの愛あるじゃないですかこれをチェックしておいてくださいねこれも過去の何かの動画で言っているはずなんですけどものによっては クラックが入っていたりとか、あるいは、こう、愛をこう、これ、これそうなんですけど、愛をこう、触ると、動くんですよ、こうやって。なので、ここから水が入って、シンキングになってしまってたりとか、あるいはもう、パキーンって割れたりとかね、こなんなか、これ、見てもらったらわかる通りに、ちょっと割れてるんですよね、割れたりとか、はい、そういったものもあるので、まあ、この辺はもう100円クオリティかなと。まあ、他のミノーと、あの、メーカーさんとの違いですよね。はい。 で、えー、っと、まあ、これ、ダイソーミノですね。で、この辺に入っているのが、小型の青ものをプラグで狙うときなんかに、僕は使ってます。メガバスの X、これ、X55 かなはい。かなり古いやつですね、もう。はい。とか、あとはシュガーミノ。これは強いね。これはね、ツバスとか、あるいは、えー、っと、塩かなんかによく使うことがあるんですが、 誰も釣れてない時なんかにたまに投げるんですよこのちっちゃいやつね強いこのカラーもいいのかなうん誘い方は、えー、トーンとトーントーントンってこうギュッ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 となんかこうイレギュラーなリアクションをさせたらよく食ってくる感じがしますもちろんただ巻きでも釣れるんですけどこうリアクションですねはい入れてやったら釣れる感じがしますまあ一つ目はこれですねこれはそんなに使わない部分なのかなさあ次空いているやつからいきましょうこれですね メタルジグ、羽エビ。まあ、このスプーンですね。ここ入ってるのは。これは、えっ、ー、と、旗なんかに使ったりします。赤旗であったりとか、えっ、ー、と、あとは、モ毛旗ね。で、えー、たまにね、南国の魚連れてくるんですよ。ヤイト旗とかね、アザ旗とか。そんなものが最近連れ出してくるんですよ。そういったものを狙うときに使ったりします。そして、えっ、ー、と、このちっちゃいこれね。なんかだと、 たまにね、アジとかカマスなんかも釣れてくる時があるので、まあ、サバが多いかな、やっぱり、うん、あの、投げたりとかもしています。スプーンは、まあ、海のね、あの、沖縄の方だとね、リーフなんかで投げてる方が多いと思うんですけど、はい、あの、こちらでも結構釣れるんですよね。意外と釣れるんですよ、ジーソとかで投げてると。で、えー、っと、ここでいくと、まあ、この辺は、まあ、メタルジグの3グラムが入ってたり、あとは、 キンセルですね。はい、の、えー、アシストが入ってます。そしてこっちはメタルバイブレーション。でカスタムしたやつとかね、こうやって入れたりして、まだ使ったりしてるんですよ。よく釣れたりするんですよ、これ、リフトアンドホールとか。直定させた後のただ巻きでガツンってくるので、あのー、今の季節だと旗なんかがね、面白いかなと思います。アジングロッドでもちろん使えるんでね。ただ、あのグラムによっては使えないものもあるので、気をつけてくださいね、そこは。で これもあの、絡まないこういう工夫したやつとかも過去動画にあると思うので、えー、気になった方は、ぜひご覧ください。で、こっち側は、これ最近投げまくってて、こういうのもうぐちゃぐちゃになってるんだけど、<laughs> ダメだね。ちゃんと整理しないと。このメタルジグですね。はい。だいたい、5g から 14g ぐらいを、これ14かな ?7g かなうん。 まあそのくらいですよ。5g から 7g ぐらいかを、えー、入れてます。で、一番よく中でも使うのがやっぱダイソーの、ね、5g。これ、とりあえず悩んだらこれを投げておけばいいかなと。今の季節なんかだと青物なんかが釣れるのでね。で、アジによく効くのはじゃあ何かって言ったら、このね、これ 3g の赤金悩んだらとりあえずアジでメタル軸で釣りたいっていう方はこれおすすめです、僕。 マジで釣れるなんかね、赤、全色試したんですよ。いイワシとか、えー、シルバーであったり、赤金であったりね、全色試して、ずーっとやってたんですけど、断トツに釣果がいいのが、やっぱこれ、赤金ですね。朝まずめなんかだと、よく釣れてきます。で、最近やっている使い方が、やっぱ、ティンセルを、こう、つける。一つだけでいいんですよ、こうやって。これを、投げて、ちょ,んちょ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 んしながらね、トイッチしながら、もう巻いてくると、ゴツンと。 味持ってったりするので面白いと思いますよ、はい、あとははネエビですねはいこんな感じでこれは主に、えーまあ、チニングで使ったりとかもそうですよキびれとかがよく釣れたりとかカイズサイズですねああいうのが釣れたりとかするので使ったりしますあとは塩とかねそういったものもこうあの意外とね塩ってツバスとかだとこう目の前通ったやつをパーって食ってくれるんですけど塩って 結構こう首振らすダート系のアクションに対して反応がいいので、はい。意外と跳エビいいんですよ。さあ、そしてこっち。どんどんいかないと。ワームでいったらこれにしようか。これはドリームシャットのちっちゃいやつ。ペティーシャットですね。ライトゲームの新基準と言われているやつですね。はい。まあ、そういったものであったり、グラスミノーであったりとか、もうアジングロットで投げれる、えー まあ、なるべく大きなワームですね。はい。をなんかを入れてます。主に旗釣りであったり、シーバスなんかを狙うときに僕は使ったりします。だから、出番が多いのは夏かな。冬はあまりしない感じですね。はい。まあ、なが入ってます。そして、こっちらですね。はい。これなんですけど、これは、まあ、小型のプログで何でもいいから遊んでみようかなっていう時なんかによく投げたりしてるんですが、 まあ、ラパラのシャットですね。懐かしいですね。これバルサですね。昔のやつですね。今、プラとかもあるんですからね、ラパラの。まあ、バルサですね。飛距離がね、あの、問題なんですけど、いい動きするんですよね。でこれはもう、結構動画にも出てると思います。あの、メッキとか釣るのにね。浪人メッキに強いんですよ、これ。本当に強いんですよ。あの、フラフラとか、音なんかが効かない時によく釣れるんですよ。 で、こっちはシーバスの、えー、見えているちっちゃいね、あの、ヒラシーバスとかを釣るとき使ってます。これ、ジョイント系のね、懐かしいって思われる方もいると思います。ラパラのジョイント系ね。僕、初めて多分ジョイントルアー買ったのが、このラパラのこれやったと思うんですよ、子供の頃。何十年だろう、もう20年ぐらい経ってると思います、これ。僕は子供の頃に買ったんでね、あの、お小遣いで初めて買ったやつですね。次なんですけど、これですね。これ、B フリーズかな、ラッキークラフトの。 でこの辺りはもうシーバスですね。で、これたまに、あの、メッキなんかを釣るときなんかにも使います。こっちはハゼクラで使ったりとか、ハゼクラも楽しいんでね、あの、やってみると面白いと思いますよ。そうですね。この辺はもう本当に、なんだろう。まあ、まあ、何か遊び程度で使うことが多いかな。投げてて、はい。 そんな感じですねこれはたまに青物なんか回ってきた時なんかに使うんですけど、まあ、このボックスはどちらかといえばボックスななのでであまり持ってかないかんです、ね、ここから、まあ、今日はこれ使おうかなっていうのを持っていく程度で20年ぐらいの思い出のあるルアーじゃないですかなのであんま最近ね使えないもう切られたら終わっちゃうんでねはいで次 1これです、ね、一軍ですね、僕が一番よく使うボックス、まあこれを持って、アジングタックル持って僕は行くことが多いんですけど、こんな感じです。トップ系ですね、ポコポコですね、これは。これはスロープなんかがねあるような、もう本当に水深がもうちょっとね、もう浅すぎるっていうところなんかで、僕はよく使ったりします。 夏面白いんですよねでもね今の季節気をつけないと脱なんかがいるんで脱キラキラしたもん大好きなんでねでこれは、えー、メッキなんかによく使ったりしますそしてアメミヨですねこれもメッキなんかで使ったりとかもしていますあとは冬のね今年ちょっと出さなかったんですけどあのシャクメバルとかねジーソで釣る時に投げてこう引いてくるとワームより釣れることがあるのでって言いましたこれ。 こっちはトトですねこれはメッキであったりとかシーバスなんかを釣る時に使っています。まあ最近もメッキばっかかな。でまあフラフラこれはもう万能ですね悩んだらこれっていうぐらい僕はもうもう,もうこれから投げることが多いんですよ僕も本当に。メッキであったりとかまあ変わりどころで言うとえー、っとねヤガラなんかがこれで結構釣れます。 なのでちょっとねやがら釣ってみたいなって方はこういうトトなんかをね使ってみると意外と釣れるんですよね朝晩まで結構ゆっくりとしたこうアクションで誘いを入れれるのでリップレスなのでねあの面白いと思いますでこれ揺らめきですねこれ新編なので僕が使う時っていうのはやっぱり、えー、お気に入りメバルなんかを狙う時なんかには使ったりをしますでこの辺は 遊びで投げてることが多いんですが、X30 ですね、カマスなんかちっちゃいの回ってくるときなんかに扱ったりします。あとはミジンコとかアジのするときのねあの、アメバイブのちっちゃいやつとか、猫メタルなんかを入れたりしています。で、あとはもうダイソーのミノですね、はい。まあこんな感じで、えーまあ、軽くなんですけど、ちょっと長くなっちゃったね、あのパッパパッパッと紹介させてもらいました。 皆さんんんはどんな感じで遊んで遊いますかね今の季節、えー、こういったねあのライトゲームのねちょっとしたものを持っていけばまあまあ遊べると思うので皆さんもぜひ楽しんでみてくださいアジングタックルでね今紹介したやつって全部投げれるのでアジングロットですね、はい、ただ注意点としてはソリッドティップであったりチューブラティップまあものによってはその アジングロッドでジグタン専用とかあるじゃないですかなのでえ自分の使うロッドを見て判断しないといけないと思うんですがそこはまあ過使われる方ねおのおの確認していただければなと思いますということで今回はこんな感じで紹介させてもらいました今から秋にかけてまあまあ面白くなってくる季節なのでこういったプラグなんかもアジングのワームと 一緒に持っていくと便利だと思います今日はあちんご休みだって言ってねこういったタックルだけを持って、えー、釣りに行くっていうのも楽しいと思いますはい、ご視聴ありがとうございました